はい、こんにちは。酒とロックとうんちくが大好きなスピリチュアルさんのライドと申します。テストヒトライドでやらせてもらってます。4月10日金曜日からスタートするドラマ、MIU404 ってやつですね。404っていうのかな。そこで、綾野剛さんと星野源さんのダブル主演。で、独身イケメン2人の恋愛運はっていうところで前回は綾野剛さんを見たと。今回は星野源さんを見ていこうかなって思ってます。で、星野源さんなんですけど、1981年生まれ。高校生の時に劇団大人計画の舞台を見て、同劇団に参加すると。で、2000年にはインストルメンタルバンド、酒ロックを結成。だから僕は音楽好きなんであれなんですけど、星野源さんってどっちかっていうと俳優っていうよりは、酒ロックの人っていうイメージなんですよね。大人計画出身でバンドやってる人って結構多いんですけど、まあそれの中で酒ロックっていうバンドやってて人気があった、インスト系のバンドだったんですよね。なので、そっちのイメージが強い感じですね。で、2012年にくも膜下出血と診断され活動休止。ちょっとアーティスト活動とか芸能活動中止した期間があるんですね。で、まあ、見事復活して、2016年には、逃げるは恥だが役に立つで主演してブレイク。もうこれで全国区でね、星野源って名前は知れ渡りましたよね。曲もヒットしましたもんね、ダンスとかね。で、そんな星野源さんの持つ特性なんですけど、真面目ですよ。で、ストイックで仕事人間ですね。で、あと結婚したらとってもいい旦那さんになるし、子供が生まれたらもうすごくいい父親になる感じです。で、今年は悩みが出てくる年なんですけど、一人で解決しないで信頼できる相手に相談した方が解決する。要するに一人で悩まない方がいいよっていうことですね。人の、信頼できる人の意見を取り入れながら、その悩みを解決していく方が、今年はいいんじゃないのっていうところです。で、星野源さんの恋愛運なんですけど、今年来年はそこまでね、良くも悪くもあんまないんですよね。そんなに普通なんです。だから、めちゃくちゃこう、いい出会いがあるとか、そういうのでもないんで、もし今付き合ってる人がいたとしても、まあ、結婚早まるとか、そういう時でもないってことですね。で、結婚として良い運気ってのは3、4年後なんですよ。3年後、4年後、2023年、2024年は、この人にとってものすごくいい運気なので、同時に恋愛も高まってくる。ただ結構運も良いっていうことなんですね。で、相性の良い人っていうのは感覚的なアーティスト感覚の人なんですよ。まあね、星野源さんもすごいアーティスティックじゃないですか。ただ、気質的にはすごくストイックで真面目な人なので、感覚的っていうか本当にストイックに追い求めてるっていう感じなんだと思うんですよ。本人の中でも。で、もっと感性でファッとこう来るようなアーティスト感覚みたいな人の方にも惹かれるっていう意味なんですよね。惹かれるところがある。なので、そういう方、そういう女性とかと会うっていうことなんですけど、生まれ年で言うと1991年の人と相性が一番いいんですよね。例えば、高畑充希さんとかですかね。この方ともすごく相性がいい。もしくは、春さんですね。春さんも、星野源さんとの相性がすごくいい。みたいな感じでした。ということで、綾野剛さん見た後、今度は星野源さん見て、ね、もうお二人ともね、今脂が乗ってる一番いい時期のイケメンなので、恋愛とか、なんかね、気になるっちゃ気になるなって思ったので、占ってみました。ということで、またいろいろ見ていくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。